こんにちは、サトチンです。今回やるのはこちら、新発売鬼滅の刃ポーチコレクション1です。はい、1で発売されたんですよね。一見あれ偽物かって思うぐらいなんですけれども、まあ、実際のところどうなのかやっていきましょう。1個目は煉獄さん、善逸がねなさそうなんだよね。2回目は伊之助、根豆子はもう入ってることはねもう確認済みなんだよ。3回目、1、2、3回目、炭治郎、いい感じ。黄色いカプセルがないんだよ。煉獄が2で、あと1回、最後飲まれましたね。諦めない戦いそこにある。飲まれましたね。これちょっと2回するは痛いっすね。世の中うまくいきませんな。あと1個ですね。あと1回で2回こうさ、ルーレットしてラスト根豆子という結果でした。開封は家で。炭治郎、このお面と可愛い顔見て、後ろもいい感じなんですね。でさ、ちょっと思ったのが、折り紙でさ、こういうの作った、こうさ作ってフッってやって、こんな感じ、四角にさ。でちなみにこう形状を出すために入ってたカプセル入れました。まあ入れなくてもいいんですけど、はい、炭治郎でした。こちらが根豆子。はい、根豆子の柄に後ろはこんな感じ。はい、かわいいですね。はい、かわいい。このね、後ろがなかったらちょっと物足りなかったですけど、後ろがあることによりかなりいい感じになる。よいしょ。なんかね、やっぱりこれ折り紙で作った思い出があるよ、こんな感じにね。そして伊之助、帽子を取った感じ見て、これ可愛くない？そしてこれエビの天ぷらかな、グレーだけど色的には。あ、よーく見ると茶色っぽいか。好物伊之助からの後ろ、ほふく前進、可愛いねー。思ったよりも良かった。だから非公式かなーっていうぐらいかなーと思ってたんですけれども、善逸だけは出なかったね。よもやよもや、さつまいもの味噌汁から。煉獄さんです。腕を組んでますね。で火の玉からの後ろのポージングで、一個煉獄さんが被ったのかな。というわけで以上、対象年齢15歳以上、1回300円鬼滅の刃ポーチコレクション1の開封動画でした。またね、ワンチャンス善逸狙って見かけたらやりたいと思います。気になる方やってみてはいかがでしょうか。1回300円でした。